中山さん、はい、突然ですが、流域治水ってご存知ですか？言葉では聞いたことはもちろんあるんですが、ただ具体的には知らないことばかりですね。そうですよね、はい、あまり聞き慣れないかもしれません、はい、流域治水というのは流域全体で大雨災害の防止、堤防やダムなどに加え防災意識を高め被害を軽減させようという考え方なんです、はい、近年全国で大雨災害が増加傾向にあります。そこで今回は山陰にある治水施設について取材しました。先週台風10号が山陰地方に接近、鳥取県琴浦町では大雨により土砂崩れが発生。さらに去年8月山陰地方を直撃した台風7号により川の水が増水し橋が崩落。近年大雨による災害は増加傾向にあります。こうした中、水害から私たちの命を守っているのが治水施設です。そこで、わあ、広い湖ですね。そして後ろ側に見えるのが鳥取県西部の下流域を支える菅沢ダムです。今日はこのダムについて詳しく見ていきます。私が訪ねたのは鳥取県日南町にある菅沢ダム。鳥取県西部を流れる日野川の支流に1968年に建設、日南町から美保庵までの治水・利水を担っています。こんにちは、今日はお願いします。よろしくお願いいたします。こちらに来るまでに本当に広いなって思ったんですが、どのくらいの貯水量があるんでしょうか？貯水量はですね、はい、25メートルプール、よく学校にあるプールがあるかと思うんですけども、はい、まあ、それで例えますと、それを1杯として例えるとですね、5万5000杯ぐらい。5万5000杯。ちょっと余計に想像があるかもしれない。鳥取県内で最大の貯水量を誇る菅沢ダム。特別にダムの中へと案内してもらいました。ここで気づいたのが、上流側に水を溜めておりますので、岩盤に染み込んで入ってくる水を、まあ、こちらから出して、岩盤から染み出してくる水の量だとか、こちらの水の圧力だとかっていうものを測って、確認を行っております。月に一度すべての水圧計をチェック。こうした維持管理によりダムは半永久的に使うことができるといいます。そして15分ほど下ると、おお、ここにつながるんですね、はい、さっき話してたところは上側の方ですね。 あんな高いところから降りてきて、そうですね、私たちが降りてきたのはまさにダムの顔ともいえる下流側。大雨が降った際に放流できる量は1秒間におよそ100立方メートル、お風呂の水500杯分です。量を調整することで下流域での洪水を防ぐのがダムの役割。他にも農業用水などのために常に放流しています。今台風シーズンではありますが、備えみたいなことダムで通常と違うことってあるんですか？そうですね、洪水を貯める量をポケットを作るために水位を下げていっております。普段よりは水位を下げていく、はい、でそのために今ちょっと流れてる量が上流から入ってくる量よりもですね、少し多めに放流をしている状況です。台風などによる大雨に備え、今の時期はあえて水位を下げているといいます。そんな中、先週山陰地方に接近した台風10号、遠ざかった後菅沢ダムに行ってみると、ダム湖の水位は台風の前より低くなっていました。今回は降水量が少なかったことに加え、氾濫や洪水が起こらないよう事前に少しずつ放流し貯水量を調整していたのです。
水害から私たちの命を守るダム。こうした治水施設に加え、一人一人が防災意識を高め、災害を減らしていくことも重要です。引き続きですね、はい、流域のあらゆる関係者による、流域治水の取り組みの輪を広げて、流域の皆さんが自分ごととして、流域治水を考えていけるようにすることで、流域全体の安全安心につなげられたらというふうに考えています。はい、町田さん、実際に取材してみていかがでしたか？はい、このダム 73.5 メートルと20階くらいの高さがあるんですが、はい、エレベーターがなく、はい、階段で点検を行っているんですね。この河川事務所の方々は、うん、地域の人たちの命を守る縁の下の力持ちだなと感じました。そうなんですね。ただ減災のためにはこのダムのようなハード面だけではなく、私たちの防災意識、はい、ソフト面も大事ですよね。そうなんです。この行政だけでなく、流域治水というのはその地域に住んでいる方全体で取り組むものですので、はい、この取材で少しでも関心を持っていただけたらと思います。ここまで流域治水菅沢ダムについてお伝えしました。